旧大会連続オリンピック出場に向けて順調に進む韓国代表が、準決勝で U23 オーストラリア代表と対戦する。オーストラリアを下せばオリンピック出場を確定させるのはもちろん、同大会初の優勝も目前に迫る。キム・ハク・ボム率いる U23 韓国代表は22日午後10時15分。 タイバン国のタンマサートスタジアムにてオーストラリアとアジアサッカー連盟 U23 チャンピオンシップ準決勝に臨む。この試合に勝利すれば、大会3位までに与えられる2020東京オリンピック出場権を獲得。一方、負ければ3位決定戦に進み、残された1枚の切符をかけて戦うことになる。DF ションテウクは、 3位決定戦に回れば、決勝より厳しい試合が待っているだろうとし、オーストラリア戦に勝って五輪行きを決め、決勝に進みたいと覚悟を明かした。